はい、皆さんこんにちは。英語でそうかでございます。ご視聴いただきましてありがとうございます。はい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 、初めての方こんにちは。英語でそうかと申します。はい、当チャンネルはですね、日本そして海外のそうか学会についてなど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 をですね、いろんな角度から発信しております。個人チャンネルでございまして、で、まあ、いろんな動画出しておりますので、ご興味のあるものからぜひぜひご覧になっていただければという風に思っちゃうわけでございます。はい、で、まあ、早速なんですが、今回は毎月の恒例となっております、学会員の、学会員はですね、座談会という、毎月座談会という集まりをやっているんですけれども、まあ、その中で御書という、日蓮が書いたお手紙などをみんなで研鑽するということをやっているわけなんですが、まあ、それをこのチャンネルで一足先にこうやって取り上げまして、まあ、その対象となっているお手紙の、まあ、この部分が素晴らしいなと思うところですとか、まあ、ここが好きだなというふうに思うようなところを、まあ、こちらが好き勝手に話す回となっておるわけでございます。はい。はい。というようなことを、まあ、本編が始まる前に、毎回こうやってお伝えしているのは、すいません。今ちょっとね、喉の調子が悪いんで、こんなガラガラ声で申し訳ないんですけれども、こういうことをですね、毎回、話しているのですね。まあ、同じ学会員さんから毎回、お叱りのご連絡をいただきますので、座談会に使えないじゃないかと。そうなんでございます。ただ、だべってるだけでございまして。はい。ということで、まあ、個人が自由に、つぶやいている動画となっていますよ、ということを、まあ、このように毎回、本編の前に強調するわけでございます。はい。まあ、こちらとしては、もう一番やってて楽しい回となっておりまして。はい。御所はね、本当にね、止めなければ、もう永遠に喋ってられるぐらい、はい、大好きなものなんですけれども、はい。ね。で、我々には、大白蓮華というね、このチャンネルが大白先生というふうに勝手に呼ばさせてもらってるんですけれども、大白大先生が、まあ、上手にまとめてくださってますんで、まあ、学会員の皆さんはぜひそちらの方ですね、ご活用いただければというふうに思うわけでございます。はい、ね。で、まあ、そういうふうに公式で出されているものをまずしっかりと研鑽していただいて、まあ、その上で、まあ、こういう一個人の勝手な感想というのか、雑談を聞いていただいて、このチャンネルでは、まあ、御所を解説するというよりも、まあ、御所をですね、皆さん、ぜひ、ご自身の身近に感じていただきたいな、というような思いでやっておりますので、まあ、ですのでね、おい小僧と、おい小僧随分、こうね、勝手な、ぶっこんだこと言ってんな、というふうに、思いになる方もおられるかもしれませんけれども、まあまあまあ、まあまあ、落ち着いて、お茶でも飲んで、はい。ね、なんか雑談、漫談聞いてると思って、ぜひともゆっくりしていっていただければというふうに思うわけでございます。はい。はい。んで、何話そうかな。そうそうそう。もちろんですね、御所。難しい御所もたくさんあると思いますけれども、まあ、その多くというのは、ね、それぞれの門下に宛てたお手紙なわけでございますから、普通にね、日蓮という人を励ますことにおいてはもうズバ抜けている、もうズバ抜けている偉大な師匠でございますので、ね、それぞれの門下がね、自分のこの人生の荒波を乗り越えていけるこの力を出させるようないろんな励ましの言葉というのがいっぱい集められているものが、お手紙としてね、それが御書というふうに言ってもいいわけでございますので、はい。ね、そういう、なんていうんですか、門下の、叱咤激励とか、まあ、励ましとか、そういう慈愛の言葉満載ののが御所でございますのでね。我々もですね、現代の、ね、こういう荒波を生きているわけでございますからね。我々もそこから受け取れるものっていうのはたくさんあるわけなんですな。ね。ただ、我々は、ね、そうかでございますから。SOKA、そうか。ね、価値を創造するという
ことでございますので、その慈愛の言葉を、それをただただね、ありがたい言葉だと、なんちゅうんですか、もう日蓮だけができるというか、こんなの真似ができようもないね、恐れ多い、崇めるというようなことよりもね、どう日蓮というのはこの門下に対してね、いろんな門下ね、まあ、上司とか上、ね、同僚の人間関係で悩んでる門下もいれば、ね、家族を亡くして、ね、悲しんで、そういうふうに悲しんでいる門下もいるし、そういうさまざまな、ね、それぞれの自分の悩みに深く沈んでいるとか、そういうふうに壁にぶつかっているって、この門下に対してどういう言葉かけを実際していったのかということですからね。うん、ね、だから、ね、日蓮仏法っていうのはね、まあ、それぞれの命の中にあるこの内在している働きの話なので、その仏の働き、まあ、仏性というのをそれぞれの人生でそれぞれの現実に表していくという、この日蓮仏法っていうのは至って、だから至ってシンプルなわけなんですけれども、そういう自分のね、それぞれの命の中にあるんだよと、その仏性っていうのを出せるんだということをみんなが確信を持って、うん、で自分の苦しみを破っていけるようにですよな、うん、ね、日蓮はそれが一人一人みんなができるんだと、そういう確固たる、なんていうんですか、その信念をどう自分の行動として言動としてそれを伝えていったのか、ね、示していったのかという日蓮のここですよね、日蓮のここを学んで自分自身に生かすという、うん、自分を変えていくというのが、まあ、我々の創価ね、 SOKA 創価、価値を創造するというね、創価と名のつく我々のすべき修行でございますので、うん、ねえ、だってほら日蓮と同じくですから、日蓮が如くなわけですよね。ね、日蓮の弟子だと言って、なんだっけ、日蓮の弟子だと言って法華経を修行せん人々は日蓮が如くに思想らえでございますので、ね、日大将に散々そういうふうに門下におっしゃってますから、日蓮と同じくね、日蓮が如くでね、だから、あー、やっぱり大聖人ってすごいな、ね、こんな偉大な師匠を持った弟子でよかったわって、ここで終わってたら日蓮と同じくという集団ではございませんので、ね、それは日蓮ありがたや集団でございますから、ね、偉大な師匠を持った弟子でよかったね集団なわけですので、うん、それだとね、なのでそういう、ね、日蓮と同じく集団っていうのは、自分がそれを受けてそれをどう行動に移すのかという、ね、この反映できる集団にならなきゃならないというふうに私は思いますよ、うん、だってそれをやれって言っているわけですから、大聖人は。はい、ということで、あ、そうそうそう、私の大好きな、ね、ニーチェ大先生の言葉にあるんですけど、これですね、うん、いつまでもね、いつまでもただの弟子でいるのは死に報いる道ではないと、いつまでもただの弟子でいるのは死に報いる道ではないというね、ニーチェ大先生、私の大好きな大先生でございますけどね、弟子ってどういうことっていうようなことの急所をついている言葉だと思いますよ、うん、本当にね、うん、ね、だってほら、その弟子の生き方に師匠の何を理解したのかっていうのがやっぱり現れると思うので、うん、まあ、だから自分を磨いて、日蓮と同じくですよね、うん、励ましの言葉がこうすぐ出てくる、ね、励ましで溢れた人生にやっぱりしていきたいなというふうに思うわけでございますよ、うん、ということでね、日々己を磨く、日々ね、やっぱこれは人間革命していくということに尽きるわけなんですわな、弟子であれば。はい、声がもうダメだな、しょうがないな、うん、季節の変わり目こうなっちゃうんです。はい、大丈夫でございますんで、ただね、もうね、扁桃腺がちょっと弱くてですね、喋るとすぐこうなっちゃうんですよね。はい、ということで、まあね、特に
学会の聞いてくださって学会の皆様ね、こういう御書を拝読するという機会をですね、存分にこれを利用していただいてね、自分を磨くというこのモチベーションをアップしてもらって、うん、また今日明日からのそういう活動のエネルギーにしていただければなというふうに思うわけでございますよ。んで、まあ、今回のお手紙もそうですし、まあ、すごく感じることなんですけれども、大聖人はお手紙の中で、まあ、弟子に対して、門下に対してのその励ましの中に、その、弟子自身が自分で何が正しいのか、ね、このね、正しく拝すというのはどういうことなのかっていうことを、これを見抜ける目を育てていこうと。いうこの弟子をですね、一人立たせるための大聖人のこういう慈愛のスパイスっていうのがたくさん御書には入ってるわけです。特に今回のお手紙は入ってると思いますな。門下を何としても立たせるぞと、一人立つ弟子にしていくぞというような思いがふんだんに含まれているのが、まあ今回のお手紙でもあるわけでございますので、はいね、この対象範囲何度も何度も読んだことがある御門下と思いますし、あとはね、年末のこういうね、年末のシーズンによく出てくる御書でもありますので、うん、ああまたかとね、ご供養すれば功徳があるよっていう話でしょどうせっていうね、知ってる知ってるっていう風になりがちなんですけどもね、そういう上積みだけ、表面の上積みだけそうやって救うこともできるし、深く深く拝すこともできるのがこの御書のなんていうんですか、味わい深いところでもあると思いますんで、ぜひ皆さん新鮮な気持ちでこういう一回一回の御書拝読というのを、そういう機会をぜひ大事になさっていただければなというふうに思うわけでございます。はい、ということで今回の、まあ、今年ラストですね、はい、拝読御書を見ていきたいと思います。はい、今回の拝読御書は、新しい池と書いて、新池と読む、新池殿御消息だそうでございます。はい。新池殿御消息の方ですね。はい。新池殿のことについて、新池殿について詳しくは大白先生が丁寧に解説してくださってると思いますので、まあ、そちらで背景と対してご確認いただければと思うんですが、うん。何があったのかは詳しくはわかりませんけれども、この新池殿の、まあ、お子さんですね。お子さんを、まあ、亡くされたようなんですよな。ね。ね。いつの時代も我が子を亡くすというのは、な、なんともね、言えませんよな。その亡くなった我が子の、まあ、追善の思いですわな。追善の思いを込めて、ご供養の品。まあ、お米ですけど、このお米を携えて、身の部にいる大聖人のもとへ行ったというのが、まあ、お手紙の、まあ、冒頭とラストのところに読んでいただければ。ね、お米を供養しただけではなくて、この新池殿の、新池殿も、だから身の部に行ってるわけです。はい。で、このお手紙、公安の2年の5月。だそうでございますから、この厚原の方南のこのピークが来る直前でございますのでね、まあだから門下に対してもね、やっぱりいろいろイチャモンつけられてね、イチャモンつけられて、まあ不穏な時でしょうしな、本当にだから行くってなったら危ない中でですよな、でこの新池殿、まあそこそこの身分なのかね、公務で多忙な中と、ね、本当に暇なき人なのかどうかはわかりませんけれど、大聖人がこうやって書かれていますから。でもまあ、わざわざ本人が身の部にこうやって、馳せ参じてきたこと、こういうことをこう、ね、大聖人、ドラマチックにこうやって表現なされているところが、お手紙のラストら辺にあるんですけれども、そういう、なんていうの?遠いところから遠路はるばる本人が訪ねてくるっていうのは、まあ珍しいのか、まあ危ない時期でもありますし、そういうね、立場の人でもあるしということなんでしょうかね。で、このお手紙の冒頭で、このご供養の品ですね、お米をご奉税に備えて、その亡くなられたお子さんへの、なんちゅうんですか、まあ、追善供養の
お題目を挙げたということが、まあ、冒頭の一節でわかりますよな、うん。ここら辺でございますな。はい。はい。ね。ね。霊山浄土へ欠場して疑いあることなけんと。ね。送り参らせんがためなに。送り参らせんがためなりということでございまして。ね。亡きお子さんに対して。でございますからな、まあ、あったかいよな大商人は。うん、うん、まあスーパーマニアックなことここでちょっと言いますと、このあれですね、欠場して疑いあることなけんっていうこのフレーズは、あの法華経の人力本でございます。はい、あのスーパーナチュラルパワーズでございます。この中でこれはあの仏が死にして読んでるこのラストの一番最後の言葉ですね、人力本の最後の一言、これですね。はい、まあね、ラスト欠場無義、ここでございます。はい、ここから引っ張ってきているというふうに思われるわけなんですけども、うん、まあこの大聖人のお手紙のこの文脈で言うんだったら、このね霊山浄土へのこの成仏は絶対に疑いないのだと、この経文通りに送るためにお題目を唱えたということですわな。はい、で、まあ、人力本ではこの法を保った人は仏の道に入ることを欠場して疑われることなけんですから、この法、この題目でだな、この題目でお子さんを霊山に送るんだから成仏は絶対に疑いないんですよ、というふうに、大聖人がここ引っ張っておっしゃってるわけですよな。うん。まあ、後で大聖人からこうやっていただいたお手紙をきっとね、ご夫婦とか、まあ、ご家族で改めてこうの読むときに、大聖人がこうね、ご夫婦のその思いを汲んで、この一筆っていうのを冒頭に書かれてるわけですよ。うん、ね、大聖人に我が子の弔いをしてもらったということでね。うん、ね、だからね、亡き最愛の我が子にしてあげられる最善のことを三池ご夫婦で考えて、大聖人のもとにこうやってね、やってきたわけですから、うん、こういう一筆を改めて大聖人からいただけたっていうのはね、やっぱりなんて言うんですか、ほっとしてね、やっぱ嬉しかったんじゃないでしょうかね。うん、ねー、ね、この弘安2年のこういう超絶危ない時期にね、国用の品を自ら運んで、死のもとに自ら行くような人でございますから、ニーケ殿。ね、やっぱりしっかりなされた、してる文化だったんだろうな、というふうには思いますよ。ね、ちなみに大聖人この時、風邪ひいて具合はすっごい悪い時ですから。はい、お手紙にも書かれていますね。ここら辺でございますね。はい、ね、見苦しく候というふうに言いながらね、このお手紙そこそこ長いんですよ。ね、しんどいしんどい中でこう全身全霊でね、そういう事情で訪ねてきた門下に対して、もうここまでのね、長さのお手紙というのをしたためてっていうことですから。ね、どれだけ門下に真摯に向き合ってくれてるかってことでございますよな。うん、ね、自分の行動、自分の言動に表す。これがやっぱり日蓮仏法なわけなんですよね。ここなんだな。うん、はい。ということで、この続き、この冒頭のこの続きから今回の対象範囲がスタートになっているということなので、はいはい、拝読しますと、ここからだな。はい。千里の野の枯れたる草に蛍火のごとくなる火を一つつけぬれば、うん、周囲に一層、二層、十、百、千、万層に突き渡りて燃ゆれば、十兆、二十兆、草木一時に焼けつきぬと。龍は一体の水を手に入れて天に昇りぬれば、三千世界に雨を降らし候と。はい、正然なれども法華経に供養し参らせたまえぬれば、くどく格のごとしと。な、うん、深いなぁと、深い、本当に深いなぁというお手紙ですよ。私は思うな、深いな。あ、軽く痛快先にしておきますと、その千里の野の枯れたる草に蛍火のごとくなる火を一つつけぬればと、この千里の野、この広いね、広大なその野原に
ね、枯れたる草、枯れ草にのの枯れ草に蛍火のようなそういうちっちゃなちっちゃな火を一つでもつけるんだったら私有に、ね、前回出てきましたけどね、私有に瞬時にね、一層二層十百千万層に突き渡りて燃ゆればとね、瞬時にそうやってぐわーっと燃え広がって、で、十兆二十兆草木一時に焼け尽きぬと、ね、この一気に十兆二十兆っていうこういう広大な面積を焼け尽くすと、これが例えの一つですね。で次の例えが、竜は一体の水を手に入れて天に昇り塗ればと、ね、竜がこの一滴の、このたった一滴の手を、水を手に入れて、それをで天に昇れば、三千世界に雨を降らしそうろうと。で、三千世界に雨を降らすと。いうことで、いいですね、三千世界に雨を降らす。この例えはですね、ぜひ、あそこでだな、法華経の世界観でぜひ説明したいですね。後でやりますけれども、はい。はい。で、ラスト、小善なれども法華経に供養し参らせたまいぬれば功徳格のごとしと、ね、たとえ小善でもこのわずかなでもあってもこの法華経にこの法華経に供養する功徳というのはこのようなものなんですよと、はい、あります。このわずかであってもその、まあ、要はその正しきものに供養するというこの功徳はもう計り知れない大功徳となって帰ってくる、うん、これが正しきものに供養するという凄さだということでございますな、うん、はあ、ね、で、うん、まあ、こっからはすいません勝手な雑談に入ります。はい、ま、はい、ニーケ殿、このニーケ殿がどんな方だったのかちょっとわかりませんけれども、うん、このニーケ殿ご消息もそうですし、ニーケ御所もそうですけれども、すごく、なんて言うんですか、何が正しいかとか、この、正しく排すとか、正しく行ずるというところを、こう、しっかり、この、しっかり大書に伝えられているっていうのが多くて、うん、こう、悟すようにね、こう、分かってほしいという、この、熱量がすごく伝わってくるなと思うんですよね。ねえ、ニーケ殿。うん、まあ、知らないもんか、私なんか知らないのでわかんないんですけども、だから弟子としてどうだったのかっていうのもわかんないんですけど、ねえ、まあ、こうやって弘和2年のこんな過渡期にわざわざ身延に自ら来るぐらいの、心意気があるぐらいですからね、そしてね、そこそこの社会的な地位にもいそうですし、うん、まあ大聖人自体がどうなるか分かんないわけじゃないですか。晩年なわけですしね、弘和2年、弘和5年で亡くなるわけですからね、やっぱりなんだろうな、まあね、これから先のこの門下たちっていうのを守るためにもね、こういうニーケ殿に基本的なことっていうのを全力で伝えている感じですよな、うん、あとすごくなんていうんですか、近いというか、そういう熱量があるからなのか、こう他人行儀な言葉じゃないというか、他人行儀な感じがしないというか、もう諭すというか、この近さですか、こうなんていうんですか、年齢が離れてんのかわかんないけれど、こうね、もう息子に諭すような近さで、息子というか、池上のお兄ちゃんとも違うんですけど、池上のお兄ちゃん動画にしてますんで、大小にブチギレてるお手紙ありますんでね、もう大小にと池上のお兄ちゃんはどちらかというと、親父と息子ぐらいの距離感なんですけど、でもやっぱり、なんか、まあ年齢差があるのか何なのか、感覚で言うとすごくなんて言うんですか、青年部に諭してる感じですよな、うん、まあこれは個人の感覚、個人で受けた感覚なんでわかんないんですけど、すごく近い感じがするというか、うん、まあ特にこのニーケ御所の方ですね、うん、別の方ではすごく感じるんですけどね、どなたなんでしょうね、まあ、ニーケ殿なんですけど、どんな人だったんですかね、わかんないところが
残念ですけど。ね。うん。はい。で、まあ、今回の対象範囲で、おそらくですよ、ここを学んでいってほしいなというふうに大白先生が思っている部分っていうのは、まあ、もちろん、そのね、正しきところにちゃんと供養するという、この、ね、功徳というのは絶大であるというね、ね、同じ供養でも、功徳というのは全然違ってくるという、この功徳の大きさが違ってくるというところ、ここなんだと思うんですけど、それにしても、私思うに、この二つの例えあるじゃないですか。この枯れ草を燃やす話、あとこのね、龍がこの雨を降らす話。うん。この例え話を持ってきたっていうのは、もっと深い一個なんか載ってんじゃないかというふうに私は思ってて、うん、まあ、無意識かもしれませんけれど、でも、その、供養、する功徳の話なんだから、どんな話を引っ張ってきてもよかったわけじゃないですか。ね、もちろんこの対象範囲の後にもいろいろ出てくるんですよ。ね、生まれ変わって王になるみたいな話。うん。でもこの一番最初にこのトップバッターで出す話にこれを、この二つを持ってきているっていうのが、すごく珍しいというか、なんていうの、不思議な感じがして。うん。だってほら、供養の話としては全然有名じゃないじゃないですか。この話、この枯れ草を燃やすとか、雨を降らすこの話って。まあ、効果絶大だっていうイメージはある、ね、出ると思うけれども。うん。まあ、これがそのさっきこの動画のこのね、冒頭でも話したことにつながってくるんですけど、この、やっぱり大聖人の弟子を、ね、弟子を一人立たせるためという、この、大聖人のこのね、慈愛のスパイスを入れているじゃないかという話とも繋がってくることなんですけど、やっぱり門下によって例え話を変えてきてるっていうのは意味があると私は思うんですよね。例えば、ね、枯れ草の話。まあ、枯れ草の話って要は、その、ね、そういうちっちゃなホタルビみたいな火かもしれないけれども、火を出せれば、ね、枯れ草に火なわけですからね。枯れ草に対して一番効果のある、この火を当てられるんだったら、それがちっちゃな、ね、ホタルビのようなそういう火でも、この、千里の、彼の一瞬でブワーッと焼き尽くすことができるわけですよ。ね。この効果があると。ね。広大なそういうね、ずっと続くような、この永遠と続くような、この野原の枯れ草っていうのね、ちまちま釜で飼ってんのではなくて、法華経に供養する功徳というのは、この枯れ草に対してドンピシャで火を当てるっていうのと同じで、自分が想像できないぐらい一番効果のある姿としてこう現れてくると。この大功徳になるという。どんなちっちゃいくても枯れ草に火を持ってこれたってことですよね。正しきところに供養するっていうのはそれだけ大きい違いとなって現れてくるんだと。いうことなんですけど、まあ、きっとですよ、この例え話を出してきたっていうのは、その火がつけばそれは広がっていくだろうけれど、結果としてね。でもそういう広大な土地に、大地に、誰かが最初の火種を持っていかなきゃいけないわけですよ。うん、どんなにちっちゃな火種だとしても、火は火ですから。火を持ってこれるという、正しき因を運ぼうとする、この意志がそこの場面では必要ですよね。うん。この広がる様というか、この結果側ではなくて、因側でこの場面を見ていくとそうなりますよね。このドンピシャの因を運ぼうとする意志があったから、結果としてそうなるという。これが、まあ枯れ草の例えなんだろうなと思うな。うん。次の例えまさしくそうですよ。竜は一体の水を手に入れて天に昇り塗ればと。ね。竜が一滴の水を手に入れて、こう天に昇れば、ね。三千世界に雨を降らし候と。三千世界に雨を降らすということで。まず、まあ、三千世界に雨を降らすというのは、まあ、先ほども言ったけれども、法華経。この、法華経の薬草油本の世界観で捉えていくと、わかりやすいんじゃないかと思うんですけど、
雨を降らすというのは、まあ、薬草油本の中では仏の説く法というのはこの大地の草木に向かって雨を降らすこととそれと同じことなんですよというやつですね、うん、仏は法というこの雨を降らすというこの世界観でございます。はい。で、まあ、結構私たちも含めてこの薬草油本のこのストーリーを聞くとこの草木側に視点を持っていきがちなんですよ、うん、我々のを仏がこの法という雨を我々に平等に降らせてくれる慈悲深いなんとなんありがたいことかみたいなこの雨を受け取れるように我々私たちはこう、ね、葉っぱを目いっぱい天に向かって伸ばそうぜみたいなでもこの大聖人の例えは雨を降らす側だよな、うん、この竜が、ね、一滴の水を手に入れるとこの一滴の水のこの意味が分かってたった一滴の水でもそれを何としても握りしめて天まで登って三千世界に、ね、全てに向かってこのあらゆる草木に雨を降らすというこのねこの一滴のこの一滴の水だったとしても手に入れたんであればそうするぞというこの竜の決意ですよ。竜の意志ですよ。意志が最初なんだよやっぱりね。だからそのさっきの枯れ草の話もそうだしこの雨の話もそうですけど両方ともそういう結果にするための正しき因を運ぼう正しき因になろうとしないといけないわけですよね。この蛍火火を灯す最初の人である、ねさね、一滴の水得たんだったら何としても天まで登って雨を降らそうとするそういう竜になれというね、まあここら辺が、まあ、ここら辺が含まれている例え話だからね、ニーケ殿に対してこの供養の例え話として持ってきているんじゃないかというふうに私は見てますな。うん、ね先ほども言ったけれどもね厚原のピーク前のまさにこの過渡期激動の最中でございますからいつ何時ね日蓮もそうだし門下たちねどうなるかわからない時でございますしね、それぞれに散っている、ね、主要な門下たちもそうですしそういう、ね、後の世を引っ張っていけそうな門下たちに何かやっぱり託す思いってこのやっぱりなんか入っている気がするんですよな、うん、ねえだからねえやっぱり一人立っていけるってこの弟子となれるような人だからこそそこに期待しなければこの例え話っていうのは私は選んでないんじゃないかと思うんだよね。はい。まあ、ですからこの対象範囲っていうのはね、ニーケ殿に対してやっぱり弟子として成長してほしいというかね、一人立って、ね、一人で立てるようになってほしい。そういうような思いが含まれている深い深い例え話だと私は思っておるわけでございます。はい。よろしいでしょうか？ということで、はい。ご視聴いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語で草花でした。またね。